2.GIS の改正を受けた審査のポイントを説明します。まず、生物学的安全性評価の考え方についてお話しします。最初のクエスチョンとして、なぜ医療機器製造販売において生物学的安全性を評価しなくてはいけないのかを挙げてみました。回答です。 まず第一に g i s や ISO 等医療機器の安全性を定めた手法により医療機器の市販前の安全性評価の一環として生物学的有害作用つまり毒性ハザードのリスク評価を行う必要があるからです。 また医療機器の意図する使用、または意図する目的および医療機器の安全性に関する特質を明確化し基地または予見できるハザードを特定し各ハザードによる不利益のリスクを推定する必要があるからです次のクエスチョンは生物学的安全性におけるハザードとはリスクとはです まずハザードとは人の健康に不利益な影響を及ぼす原因となりうる遺伝毒性、監査性、慢性全身毒性等の要素を言います。一方リスクとはハザードにより引き起こされる人の健康に及ぼす不利益な影響の発生確率及びその重大さとの組み合わせを言います。 ISO10993 や g i s t 0 9 9 3の改正が活発なため生物学的安全性評価さえ行えば医療機器のリスク確認は大丈夫だというような意見も聞かれます。しかしながら医療機器の生物学的安全性評価はあくまで医療機器全体のリスクマネジメントプロセスの中の一部の作業でしかありません。 つまり生物学的安全性評価の完了と機器のリスクマネジメントの完了は同じ意味ではありません医療機器のの生物学的安全性評価の考え方です。医療機器が生態に与える有害作用の原因と試験結果との関係には次のようなものがあります1材料の安全性 これはデザイン・強度・埋植試験における組織反応・発汗性等材料そのものの安全性を指しています二、材料から溶出される物質の安全性例えば細胞毒性・感染性・遺伝毒性・組織反応・発熱性などがあります三、材料の界面の安全性これには A と B の二つの反応系があり A ととは、材料と細胞・組織反応のこ,とですこれは例えば材料表面の形状スムース凹凸吸着性などによる反応です。B とは材料と血液系細胞の反応のことです。これは固体活性化不活化表面血小板凝集反応の更新血液の流れによる血小板の活性化付着凝集反応の更新などがあります。 これらの有害作用を実際の生物学的安全性試験で評価する場合のうち、材料から溶出される物質の安全性評価では、材料から得られる抽出物や抽出液を調整します。試験系の種類、試験市場により、抽出物や抽出液の調整方法、例えば抽出溶媒等は異なります。次に、 医療機器の生物学的安全性を評価するための典型的な例、リスクアセスメントについてです。医療機器の特徴として、種類の材料から構成されることが挙げられます。具体的には、多種類の材料の組み合わせ、製造工程での化学変化、高分子材料の特性、化素材・重合材・接着剤の使用などです。これらの種類の材料の何が生態に悪影響を及ぼすのか、 すなわち、患者に接触・埋植した際、どんな物質がどんな有害な影響を及ぼすのかの評価が必要ということです。実際には、リスク評価や試験方法のガイドラインがある ISO シリーズを利用します。まず、原材料・添加剤・製造過程からの混入物・エチレンオキサイドの残留物については、ISO10993-7 参照。 放送材料、最終製品等からの溶質物については ISO10993-17-18 を参照分解生成物については ISO10993-9-13-14-15 を参照物理的特性、最終製品との相互作用最終製品の性能などの情報を収集します。 次に、一つのデバイスに関係するさまざまなリスク因子が、臨床使用時にどのような生物学的な有害作用、毒性ハザードを引き起こすのかについて、リスク評価を実施します。そのリスク評価の結果に応じて、生物学的安全性試験を実施することになります。次に、生物学的安全性評価を改めて行う必要がある場合とは、 新たに人での使用実績のない新規の原材料を用いた品目供給元または原材料規格が変更された場合原材料の種類または配合量製造工程最終製品の滅菌方法または一時放送形態が変更された場合保存中最終製品に変化があった場合最終製品の使用目的に変更があった場合 有害事象を起こすかもしれない事件が得られた場合です。生物学的安全性において同等である場合には必ずしも試験の再実施を求めないことになっています。ただし妥当性の説明が必要です。 注意点としてこのようなケースの認証申請の種類は新規原材料で新たな製品であれば新規申請既認商品からの変更ということであれば一部変更申請となりますが販売戦略等により軽微な製品変更が行われて新規申請となる場合もあります次のクエスチョンは生物学的安全性における原材料とは です回答は「医療機器を構成する材料または医療機器の製造工程中で用いられる材料のこと」です。例として「合成または天然高分子化合物金属合金セラミックスその他の化学物質があります」。次のクエスチョンははは生物学的安全性における最終製品とはです回答は 包装を含む全ての製造工程を終えた医療機器または医療機器の構成部材をう。該当する場合は、滅菌処理も含む、です。ただし、出荷後、使用時に加工調整されて使用されるものにあたっては、実際に使用される状態の製品を言います。 放送材料も含めた最終製品としての生物学的安全性評価が必要な例としてまず充填液入りのコンタクトレンズそれから販売時にはシリンジに本品が充填された形となるプレフィルドシリンジそれから取り出しやすいように出準させて放送されたデバイスなどが挙げられます。 いずれも放送材料と本品または充填剤が接触した状態から、臨床使用時の評価についても確認が必要です。また、安定性などについても別途評価が必要となります。次のクエスチョンは、生物学的安全性における医療機器の接触部位による分類とはです。 回答は、医療機器の生物学的安全性の評価では、臨床使用時の接触部位ごとに必要とされる生物学的安全性評価が異なります。皮膚、粘膜、損傷表面に分けられる表面接触、血液流路間接的、組織、骨、脂質、循環血液などを介して体内と体外を連結する場合、組織、骨、血液などと体内埋め込みによる接触に分類されます。 これは、令和2年に改正された国内通知の表1、考慮すべき評価項目です。接触部位によるリスク分類は、JIS や通知の改正後も大きく変わっていません。医療機器のカテゴリー分類のうち、接触部位による分類を示しました。まず、生物学的安全性評価が不要となるものは、非接触医療機器、つまりデバイスが生体に全く接触しないものです。 例としてソフトウェア、採血管などがあります。次に生物学的安全性評価を行う必要があるものです。これは大きく3種類に分けられます。まず体表面接触、つまり体の表面のみに接触する医療機器です。これはさらに3種類に分類されます。1つ目は皮膚です。例として皮膚電極やそれを止めるもの、絆創膏、圧迫包帯などがあります。 二つ目は粘膜です。例としてコンタクトレンズ、尿道カテーテル、腸内医療機器、気管チューブなどがあります。三つ目は損傷表面です。例として損傷治癒機器、閉塞性パッチなどがあります。次は体内と体外とを連結する機器です。これも三種類に分類されます。一つ目は血液流路間接的です。 例として、湯液セット、延長チューブ、輸血セットなどがあります。二つ目は、組織、骨、脂質です。例として、腹腔鏡、肺液システム、皮膚、ステープルなどがあります。三つ目は、循環血液です。例として、血管内カテーテル、一時使用ペースメーカー電極、人工肺、血液透析器、血液成分吸着器などがあります。最後に、体内植え込み、インプラント機器です。 これは2種類に分類されます。1つ目は組織骨です。例として、整形外科用ピンプレート、人工関節類、ペースメーカー本体、血圧クリップ、乳房インプラントなどがあります。2つ目は血液です。例として、永久ペースメーカー電極、心臓弁、人工血管などがあります。 次のクエスチョンは、生物学的安全性における医療機器の接触期間による分類とはです。回答は、医療機器の生物学的安全性評価では、臨床使用時の接触期間ごとに、必要とされる生物学的安全性評価が異なります。A は24時間以内の一時的接触、B は24時間を超え30日以内の短中期的接触、 C は30日を超える長期的接触に分類されます。さらに、幼児加工前の評価も必要な事例があります。臨床使用時にいくつかの材料を混合して使用する際、未反応体を含めて幼児加工前の材料が生体に接触する可能性を回避できない場合、幼児加工前の材料にかかる生物学的安全性評価も必要となります。 これは、令和2年に改正された国内通知の表1、考慮すべき評価項目です。接触機関による分類は、JIS や通知の改正後も大きく変わっていません。医療機器のカテゴリー分類のうち、接触機関による分類を示しました。まず、生物学的安全性試験による評価が不要となるものは、超短期接触医療機器です。 例としてランセット、皮下注射針接触がが1分未満のキャピラリーーチューブなどがありますこれら超短期接触デバイスでは生物学的安全性試験は原則不要ですがコーティングや潤滑剤がデバイス除去後に生体内に残る可能性のある場合は生物学的安全性のリスクアセスメントは必要となります。 また、累積的な使用になる場合も、生物学的安全性評価は必要です。次に、生物学的安全性評価を行う必要があるものです。これは大きく3種類に分けられます。まず、一時的接触です。単回または複数回使用され、その累積接触期間が24時間以内のものです。次は、単中期的接触です。 単回または複数回使用されその累積接触期間が24時間から30日以内のものです最後に長期的接触です単回または複数回使用されその累積接触期間が30日を超えるものです接触期間の異なる部品が組み合わされた製品の場合の考え方です 原則として、接触期間から考えたリスクがより厳しいと考えられる試験の実施、もしくはエンドポイント評価を行います。累積の影響や分解性ポリマーなど、使用中に適応組織で性分解反応などが起こる医療機器では、それぞれの状態変化が網羅されるような評価が必要となります。 例えば接触時分解時この際には分解産物それぞれのリスク評価が必要となりさらに完全に分解した際など段階を分けての評価が必要となります例1としてステントが装着されたデリバリーシステムがありますデリバリーシステムは単回使用一時的接触循環血液に接触 にに分類され、ステントは長期的接触、血管内埋食機器になります。このような機器では試験を行う際の抽出操作においてもリスクの異なる部材を一緒に抽出すると重量の大きなものに偏った抽出物を得ることになるため別々の抽出操作が必要となります。 例2として、2剤混合型の止血剤。使用時は A、B 剤が別々になっていて、止血時に混合させた後、重合し、止血剤となるパターン。例3として、生体吸収性材料を使用したステント類、成形材料があります。例2と例3は、段階を分けての評価が必要な事例です。